チェリー、ちゃ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 、この間ね、よいしょよいしょ、チェリーっていう雑誌買ったよ。若いも若いもの。そこでね、付録本、付録のこれが欲しくて買いました。はね、入ってないんだ。先にベースメイクやります。すっぴんちょっと長いとやばいから。はい、どうどれだっけどれだっけどれだっけ、これ今さライスフォースでさ、あの下地はやってあるんだ。その後登場プチプラキャンメイク、結局キャンメイク、あれどこやったかな。この間マリコさんバフでやってくださいって言われたんだよな。置いてきちゃったか。ないか、すぐないか、ごめん、また手だ。ばっかりかも。でも違うのも使おうね。それから今、ね、今日あそこっち側外側2色使いのがいいから、シーティング外側はちょっと濃いよね。これにマサヨシのリップスティックチャンネルに売ってるファンデーション、これ大好き、おすすめ。安定感ある。それで、違う音にしようか、こんなのでやってみようか。いつもあれだから、今日こんなのでやってみよう。
け、眉毛、ゆくらめ、あ、難しい。この鏡難しい。若い YouTuber の価値すごいよな。難しい。眉毛のこととか書いてない。ジェリーメイクをやるって言って、はい、ジェリーのメイク、はいはいはい、これ、はい、かわいいよね、このピンク、ピンクの、これ見ながらやるで、書いてきた、勉強勉強、書いてきた、見える。はい、これ見ながらやります。1番ゴールドブラウン、どれがゴールド、これゴールドブラウン、もう書いてないじゃん、どういうこと、え、わかんない、どれがゴールドブラウンでどれが、ちょっと待って、ここに書いてある、この順番かな、ここに書いてほしい、若い子のメイク書いてないからわかんない、ここに書いてある、アイシャドウリキッドしか書いてない、エモタッチエリアイシャドウ、100均でも書いてあるのに。どれが、うん、やば、この順番かな、 CBPBAB ってなってんだよね、うん、
CP ってどれが AP だと思う。オーロラと今どの順番に出したかさえ忘れちゃった。いや、わかんないや。なんとなく色で見るか。これが CP かな。ゴールドブラウンとゴールドブラウン。マジ聞いてみたいわ。これでどれがゴールドブラウンとゴールドブラウンと何があるんだ。これがピンクブラウンかな。あ、そうっぽい、そうっぽい。うん、そうだ、きっと。そうだ、そうだ。ピンクブラウンは使わない。それから、なんだっけ。これか。これ。ん？違う。これこれこれ。これが、あ、これがピンクブラウン、コールドブラウン。これがオーロラブラウンだ。そうだそうだ。多分。オーロラベージュ。あ、オーロラベージュか。違う色だよね。違う色さえもわからない。目が悪い中これもつけてみる。書いといてほしいな、ジェリーさん。ベージュかな。ん？多分一番上がピンクベージュ。ごめん、一人で喋って。はい、そしたらそれでやるのが手でやるらしいぞ。ゴールドブラウンをゴールドベージュ。もベージュだね。もゴールドブラウンを、ゴールドブラウンを目尻に入れてきます。はい、やってみます。これで見ながらやってみようか。やってはやらないんだ。こうか。こんな感じ。はい、目尻。あ、薄付きな感じだ。こんな感じ。全体にやるんだって。で、この下にもこうやってあるのかな。ジェリーさん、もっと詳しく書いてください。本当に多分手だよね。
ラベージュっていうのをここにあるらしい。つきすぎた、やばい、つきすぎた、つきすぎた大変なことになってる、どちらかってるぞ。こんな感じかな。1番を鼻筋、鼻の付け根、この筆がついてるから、この筆で1番をブラシで、あ、ここだって、これで取って、で、ここと、ここにするんだって。で、合ってんのか、あ、間違えた、ここと、はい、ここと鼻筋と鼻の下、はい、できました。それで、はいはい、それで、チークは横に、ブラシで、このブラシでチークいけるのか、やってみるか。なんか練りっぽいけどな。いい音するけどな。感じか。あ、でもちょっと元気っぽくなってきたけど、よしこみたかな。そこから口紅もこれだって。あの、これを先になんか全体になじませるって書いてあるけど、どうよ、難しい。これってなんだろう、これファンデーションの代わりか、よくわかんないけど、あ、これハイライターか。ジェリーさん、もっと詳しく書いてください。やっぱり若い子は自分家でやるのかな、自分で研究して。おばさんはね、結
こういう資料が大事。なんかあ、まあでもね、書いてある大人っぽナチュメ、ナチュメイクだって。だからナチュメイクなんだわ。おばさんがっつりいかないとダメなの。あ、ちょちょちょ、まあいいか。そしたらじゃあ LINE とか書いてないから LINE するか。 LINE か。なるほどなるほど、ナチュラルメイクなんだな。はい、そして口の筆、この間やったパーマーマーだったっけ、もしかして白のもじゃ、大丈夫か、 いか。はい、そしてさっきのこの口紅か。口紅の前はリップキールズだっけ、まあ、リップ、もうリップ塗らないとね、荒れちゃうね私。みんなはどうですか。はい、でじゃあこれ、この何番だ、ナチュラルなんだね。うん、ね、本当なんだっけ、指でのせるんだってよ。あ、今だけがっつりつけないとか言ってたな、おばさんはがっつりつけちゃうな。あ、ちょっとぼかすんだな。アップ、健康運アップ。
感じで今日はナチュラルメイクで仕上げました。どうでしょう。よっしゃ、テカってるな。私としてはもうちょっと目を入れたいです。まあでも今日はジェリーナチュラルメイクやってみました。どうでしょうか。髪の毛、髪の毛とかすること言ってないね。私ね、最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくね。ではまた今日も夢見てね。Good night. See you. Have a nice day. Keep